アイナエミトラサクミーピゴミアは、マチンカの植物の一つ。ごく小さな植物で、日本では10センチメートルほどにしかならず、しかもその大部分が家系で、家系抜きだと、草丈は1センチメートルに満たないほどしかない。ごく小さな一年生の草本。茎は直立するがごく短くて、家系を除けば0.5から1センチメートルしかない。ただしこれは、地域差がかなり大きいらしく、 この数値は日本本土に限定のものと思われる。葉は体勢で2から4体あり、卵形か長大円型で、長さ7から15ミリメートル、幅3から6ミリメートル、3本の脈があり、葉先はやや尖っている。花期は8から9月。茎の先端と葉の脇から花形を1から3本ほど伸ばす。花形は長さ2から10センチメートルあり、その上に1から3段。 それぞれ3から15個の花を3形状につける。花形の株には短い毛が生える。花形から出る花柄の基部にある筒は小さくて、皮心型をしている。花柄は細くて、長さ0.5から1センチメートルで、毛はない。額は、小形で先端から1、3ほどまで4つに裂けている。果敢は白く、小形で、先端は4つに裂け、その径は2.5ミ、mm、リメートル。 果ては、卵円形で先端には、果中が残るが、その基部が二つに裂ける。和名については不明である。この面にうるさい牧野も何も語っていないようである。沖縄の植物をまとめた、アメリカのウォーカー、E.H. ウォーカー、1889から1991は、愛のないと解釈したという。日本では、 本州から琉球にまで分布し、国外では朝鮮半島、中国、インド、マレーシア、オーストラリアにまで分布する。タイプ産地はオーストラリアのクイーンズランドである。団地の日当たりの良い低出地に生える。本州の属するアイナエ属は東アジアからオーストラリア、ニュージーランドにかけて35種ほどが知られるが、日本には本州以外には以下の種の実がある。 やはり日当たりの良い低湿地に生える、ごく小さな草で、背丈はほぼ同じ10センチメートルほど、花の色も白。ただし本種とはほとんど対照的な形の草で、本種がごく短い茎から長い家計を出し、三形状に花をつけるものであり、葉は茎である気分にのみ集中するのに対して、この種では茎が長くてその全長にわたってまばらに葉をつけ、花は、 溶液から出る短い柄の先に単独でつける。なお、本種はその分布が広いことにこうして、その植物体には様々な変異が見られる。その違いは主に家計が根室上に出るか、それに近い形のものから多くの分子を出して、小低木状になるかといったものであり、それらの変異はおそらくは、井戸、経度、 およびそれらと関わっての生活史の違いによるものと想像される。それに関わって種以下の分類群名がいくつも提示されている。ちなみにその大きさに関しては、日本国内でも差が大きいらしく、琉球列島に特化した植物史である初島では、本種の茎の高さが3から6センチメートル、葉が4から5体となっており、上径の数値と大いに乖離しているだけでなく、 茎が下部で分子することもあると記されている。家系の方は7から1 0トルで大差ないが、合計すると最大で草丈が1 6トルに達する理屈になる。日本本土におけるこの植物の小ささは、それがこの種の生育環境としてギリギリの限界にあることを示しているのであろう。環境省のレッドデータブックでは取り上げられていないが、 都府県別では全部で27の府県で何らかの指定があり、また東京都では全滅しとされている。地域別に見ると九州では1県のみ、中国地方では広島県と鳥取県、四国では高知県以外の全県で指定があり、それ以東の本州では東海地方を除くほぼ全ての府県で指定がある。湿地に生えるものなので開発や、 環境の荒廃で姿を消しがちであること、背丈の低い総本であることから繊維が進むと姿を消すことなどが問題とされている。以下、主として、佐竹ほか編、P27 福岡、横田、P58 大橋ほか編、P307 ハットギボンズへ通る、P500 佐竹ほか編、P27 以下、ギボンズへ通る、P500 島、P484 なお、 琉球列島もその範囲に含めてあるはずの大橋他編も佐竹他編の記載をそのまま引き継いでおり、これは本土視点のみで記されているものと思われ、疑問である。日本のレッドデータ検索システム2019年10月22日、閲覧京都府、レッドデータブック2019年10月22日、閲覧、ありがとうございます。